大きく従来の防衛戦略から方向性を改めつつある。日本安保関連3文書の改定と閣議決定でスタンドオフミサイルによる反撃能力を獲得。今回は日米同盟と日本の抑止力強化についてお話ししていきます。岸田政権が打ち出す防衛費増税は、今選挙すると確実に負けるな、増税なしでの防衛費増を目指した方が国民は納得するでしょう。日本は2022年12月16日、通称として安全保障関連の3文書と呼ばれている公文書を岸田内閣によって改定して閣議決定。これまでに類にない防衛費の増額と反撃能力の保持を明記するなど新たな歩みへ踏み出した。安全保障関連の3文書とは、これまでは国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の3つであったものを、今回より後ろの2つが国家防衛戦略、防衛力整備計画と文書名も改められ、そこにも変化の一端を感じさせた。個人的には与党の自民党内にあっても、そこまで日本の防衛力の強化に本腰を入れてくるとは思えなかった。岸田内閣なだけに、日本が置かれた安全保障環境が従来と比較にならないほどに危機的状況にあることが想像できる。今回の岸田内閣の安全保障関連3文書の閣議決定によって、名実ともに日本の防衛費は増加する方向へと舵を切り、本年の2023年度からの5年間で累計額ではおよそ43兆円に達するまでに増やされることが見えている。それは、長らく日本が目安としてきた防衛費は対 GDP 比で 1% 以内に収めるという暗黙の了解を過去のものとして、今回想定される最終年の2027年度には NATO 加盟国の目安でもある 2% に到達する見込みだ。また、これら増額されていく防衛費の使途についても、敵の対空ミサイルの射程範囲外から攻撃を敢行することが可能なスタンドオフミサイルの整備に重点を置く方針が明確化されており、その意味でも新しい分野に乗り出す。これらスタンドオフミサイルは、従来の自衛隊が装備する兵装と比較してはるかに射程距離が長いものであり、政治的にはかつては敵基地攻撃能力と呼称されたものを反撃能力と日本特有の表現で言い換えたものでもある。今ではこうして反撃能力と呼称されることとなった長射程の兵装を自衛隊が保有するべきか否かを問う政治的な議論は、実はことの外古く、太平洋戦争の敗戦後11年が経過した1956年にすでに当時の国会で取り上げられている。当時の日本は鳩山内閣が政権を担当していたが、そこでは仮に敵国から長距離ミサイル等による攻撃が日本に行われることが明確であれば、それを防ぐ手段がない場合、自衛隊側が敵の基地を攻撃することは自衛の範疇だとの見解が示された。そのため、この時鳩山内閣が示したその立場は、自衛隊が敵基地攻撃能力を有する兵装を保有することは憲法には抵触しないが、政治的な判断としては、それらの兵装を保有することをいわば自主規制として行わないと表明したと言えよう。この時代はアメリカと旧ソ連による二大陣営に世界が大きく分かれ、いわゆる冷戦構造を激化させていく過程にあったが、日本派日米安保条約を基軸として、自衛隊は防御、アメリカ軍が攻撃を担うという分担を定着させることとなった。その体制によって、日本は核兵器を含む強大なアメリカ軍の攻撃力を含む総合的な軍事力で、
旧ソ連を中心とする仮想敵国からの侵略を抑止するというスキームを確立。敵基地攻撃能力を自ら保有することは行わなかった。そして、歴代の日本政府では、憲法が自衛隊の保有を認めていない装備の具体例として、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3つを挙げ、これらを攻撃的な兵器と定義することで、その保有を否定してきた。未だ、これらアメリカと旧ソ連との冷戦構造時期の見解を基準として、それらは日本の自衛隊が保有を禁じられた装備だと論じられることもあり、海上自衛隊がヘリコプター搭載型護衛艦として、出雲と加賀を航空母艦化することへの批判にも用いられている。しかし、兵器の本質は時代の変遷とともに変化をしてきていることや、そもそも、何をもって航空母艦が攻撃型に当たるのかといった定義上の曖昧さもあり、文言にくくられたイメージの中で、それらを論ずることは意味を失いつつあるだろう。そもそも、当時、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3つが自衛隊が保有すべきではない攻撃的な兵器とされた理由は、いずれも核兵器を運用する母体と考えられた点が大きく、日本の核保有の禁止を基としたものだと思える。今でも、世界最大の航空母艦数を持つアメリカは、2023年1月時点で、ミニッツ級10隻、ジェラルド・R・フォード級1隻を運用しているが、航空母艦艦載機による核兵器の運用はすでに廃止しており、その意味では攻撃型の航空母艦ではなくなっている。アメリカの核戦力の運用の中核は、すでに戦略型の大型の原子力潜水艦の SLBM に集約されて久しく、今、まさに日本が憲法上で保有を禁じるとするのならば、こうした戦略型の原子力潜水艦が、その筆頭に挙げられるだろう。また、今のロシア・ウクライナ戦争における核戦争へのエスカレーションとして、西側諸国が大きな懸念を抱いて、見物は通常戦力で劣勢に回ったロシアが、小規模な戦術核を使用する可能性についてであり、これも以前にはなかった種類の兵器である。では、近年における世界の軍事力の認識の中で、抑止力というものが、どのように理解されているのかといえば、懲罰的な抑止力と拒否的な抑止力の2つに大別されており、その定義の中で、兵器を考えることが必須となっている。懲罰的な抑止力とは、攻撃を仕掛けようと、企図している相手国に対し、もし、仮に、攻撃を実際に行えば、自国にも強力な兵器による報復攻撃が行われると認識させることで生じる攻撃を思い止まらせる効果のことを指している。そうした想定をさせることが可能な最も代表的な兵器として各種の核兵器がイメージされるが、あくまで代表例に過ぎず、この範疇には今まさに日本が打ち出しているスタンドオフミサイルも該当するものとなるだろう。もう一方の拒否的な抑止力とは、敵国からの攻撃を迎撃することで無効化しようとするもので、これまでも、日本が、主として、北朝鮮の弾道弾への対策として、整備を進めてきた、弾道ミサイル防衛システムなどが当てはまる。こうしたミサイル防衛の方が、敵国への直接の攻撃ではない点から、日本が自衛隊に課してきた、専守防衛の理念には、最も合致することもあり、今後も、その路線こそ継続するべきだという、主張も根強く行われている、状態ではある。しかし、こうした日本が進めてきた弾道ミサイル防衛システムも、今や万全ではなく、敵のミサイルの極超音速化は、迎撃可能な時間を減少させているし、
弾頭部の変則軌道によって迎撃を回避する技術も大いに進化してきている。そうした攻撃に用いられるミサイル自体の能力の向上がなくとも、実は迎撃する側のキャパシティを超えた数のミサイルを発射されてしまえば、今でも迎撃できる上限数を火力物理的に超えられてしまう状態である。日本の従来の防衛方針からすれば、拒否的な抑止力の方が政治問題ともならず、不要な摩擦を引き起こすこともないわけだが、昨今の状況を鑑みるに、すでにそれで対処可能な時代は終わりを迎えつつあると言わざるを得ない。今回の安全保障関連3文書においては、日本が敵国からの弾道弾頭による攻撃を受けた場合を想定し、その場合にそれらの攻撃を防ぐ目的で相手国の領域へのスタンドオフミサイルによる攻撃を行うことが唱えられている。日本における反撃能力の保有とは、具体的な兵装としては一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型等がその代表的な例として取り上げられているが、ベースの一蓋式地対艦誘導弾では100数十キロメートルに過ぎなかった射程距離を飛躍的に向上させる計画である。第一段階として一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、まずおよそ900キロメートルの射程距離を達成し、その後第二段階ではおよそ1500キロメートルにまでそれをさらに延伸する計画であることがマスメディアでの報道でも伝えられている。それだけの射程距離が実現できれば、中国の沿岸部の航空基地等も攻撃範囲に収めることが可能となるため、名目上からは北朝鮮の弾道弾頭の攻撃への対抗策として打ち出されたスタンドオフミサイルも対中国を睨んだものとも言えそうだ。